7月2日木曜日、早咲きの百合が咲き始める中、琵琶湖函館山百合園開きが行われました。開園を記念しテープカットが行われた後、招待されたアイリン保育園の園児たちが天空百合トレインに乗ったり、キッズワールドのアトラクションを楽しんだり、園内には賑やかな声が響き渡りました。百合園は今年で7周年を迎え、琵琶湖や滋賀県最高峰の伊吹山を望む大パノラマの中で、赤、白、ピンク、黄色など色とりどりの百合を楽しむことができます。景色を眺めながら移動できる天空百合トレイン、空から百合園を楽しむ遊覧ヘリコプター、親子で楽しめるキッズワールドなどのアトラクションが用意され、大人も子供も夏山の一日をゆったりと満喫することができます。野外販売にはユリの花が香るユリソフトや、様々な種類のユリ苗が販売されています。鮮やかなユリを眺めた後は、気に入ったユリをお家で咲かせてみてはいかがでしょうか。ユリ園は、8月31日、月曜日まで開園しています。琵琶湖函館山百合園へのお問い合わせは、電話番号 0740-22-2486 までご連絡ください。